こんにちは。え、私？郵便局こう見えて少しずつ進化してるんです。はあ。例えば配達員が荷物をスマホで読み込むだけで最適なルートを表示、効率よく正確な配達を目指しています。ご苦労様です。なるほど。でも効率だけじゃあかん気するわ。もちろん心も込めてしっかり届けます。見てあげて。進化するぬくもり、日本郵政グループ。こんにちは。え、私？郵便局こう見えて少しずつ進化してるんです。はあ。例えば郵便局の ATM はキャッシュカードがなくてもスマホだけでお金を引き出せます。誰もが使いやすい ATM を目指しています。ええやん。でも便利なだけじゃあかん気するわ。もちろんお客様への笑顔も大事です。眩しい。進化するぬくもり、日本郵政グループ。こんにちは。え、私？郵便局こう見えて少しずつ進化してるんです。はあ。例えば郵便局の保険はご加入後窓口だけではなくスマホで手続きできます。楽ちんね。いつでもどこでもご利用いただけるんです。そうなんや。でもそれだけじゃあかん気するけど。もちろんお客様のお話にもしっかり耳を傾けます。あんたもできるん？あんたも。進化するぬくもり、日本郵政グループ。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いやいや、本当に、はい、失礼します。今回はそのこういう風に進化してますみたいなのをむしろ郵便局の人がすごく一生懸命説明してるみたいな。二郎さんはその代表するような役で真ん中でそれぞれを全部説明するんですけど。どうも、二郎さんです。お願いします。二郎さんのセリフですね、はい、やっていきましょう。はい、せーの、こんにちは。そうですか、すいません。はい、すいません。郵便局進化してます。はい、カット。例えば郵便局の保険はご加入の窓口だけでなくてスマホで手続きできます。ここさえ超えたらもう、あとはね、これの3パターン超えたらもう。例えば配達員が荷物をスマホで読み込むだけで最適なルートを表示します。カット。はい、少々お待ちください。確認します。言えるわけない。はい。例えば郵便局の ATM はキャッシュカードがなくてもスマホだけでお金を引き出せます。誰もが使いやすい ATM を目指しています。とてもいいと思います。はい。例えば郵便局の保険はご加入後窓口だけでなくスマホで手続きができます。ちょっと秒数確認します。はい、カット。最後無駄付いちゃった。よろしくお願いします。笹間ウイカです。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いいたします。笹間ウイカです。よろしくお願いします。嬉しい。ついに共演お願いします。嬉しいです。やった。この間まで長谷川さんと一緒だから、ね、嬉しいです。お願いします。すごいですね。びっくり。いや、ジュさんやっぱりいつ見ても何着ても何でも何でもすげえ。お願いします。お願いします。私目線ってことですかね。そうそう。この時は初めまして、よろしくお願いしますね。えなんで大丈夫ですよ。おかげさん、本番でいきますね。はい。綺麗な綺麗な三角形だ。すごい。郵便局こう見えて少しずつ進化してるんです。はい、カット。カット。前に行った。ありがとうございます。嬉しいもんね、来てくれたら。はい。郵便局こう見えて少しずつ進化してるんです。はい、カット。目指しています。なるほど。でも効率だけじゃあかん気するわ。はい、カット。カット。はい。目指してます。ええやん。でも便利なだけじゃあかん気するわ。頑張ったね。マジで暑いね。筋肉質ですね。これ大きな犬すっごい走りますよ。こういう感じですね。はい、カット。
はい、この CM 若干全体的になんか高くないですか、色味。日の光っぽい感じしません？わざと？なんかシアン目じゃなくてなんかオレンジ目だなと思って、ぬくもりみたいな、そのぬくもり感出してんのかなって思って見ました。その通りです。でも効率だけじゃあかん気するわ。カット。ええやん。でも便利なだけじゃあかん気するわ。カット。そうなんや。でもそれだけじゃあかん気するけど。あ、いいですね。スタート。もちろん心も込めてます。ありがとう。はい、もちろんお客様への笑顔も。ありがとう。はい、ありがとう。ちょっとあれですね、爽やかさがなさすぎるかもしれないんで、もうちょい爽やかさを出しつつ。はい、はい、で見てみる。はい、ありがとう。はい、良いと思います。もう少しモテにして、しも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 、ストップ。はい、じゃあこれで。はい、和やかな雰囲気和やかなですね。はい、はい、なんであんたも。はい、カット。カット。もちろんお客様の声に耳を傾けます。せーの、1、2、3、4、5。はい、見てません。みたいな。はいはい、もっと驚く。はい、カット。カット。ありがとうございます。はい、審査会は以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。やったー。ジローさんバイバイだって。ジローさん好きだ。ジローさんのこと大好き。ジローさんのこと大好き。大好き。見てあげて。ありがとう。ありがとう。はい、OK、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。あ、もう一番はやっぱり田舎の親父が喜ぶなっていう、もうそのやっぱ田舎なんで、僕の地元青森で、やっぱNHK とか郵便局とか強いんですよ。だからやっぱそれ系の仕事が決まると見れるんで。テレビ出ても見れない番組がすごい多いんで、すごいだからもう親戚連中がみんな喜ぶなっていうのは一番に、はい、思いました。あ、でも長谷川さん最近はたまにしか会わないんで、でも本人はクソって思ってるでしょ。なんで次、なんで俺じゃねえんだっていうのは多分思ってるかもしれないですね。なんでもうワンシーズン長谷川で行かねえんだって思っ、オンエア見たら思うかもしれないですね。はい、ウイカちゃんは局で見かけることあっても、あのお仕事 したことなかったんで、はい、すごいあの嬉しかったです、お会いできて。まあやっぱ囲碁将さんがあの常にあの両脇にいてくれたんで、ずっともう1年目の時からお世話になってる先輩なんで、謎に緊張してましたね。やっぱあのお二人がセリフあるわけでもないのに、文田さんも笑顔が固くてあの NG 出しまくってたんで、ちょっとそこは今度会った時ちょっと言っときます、あのちゃんとしてくださいっていうのは。はい、もうずっと喋ってましたね。もう普段から楽屋でももうどうでもいいような話をまあ基本芸人っていうのはしてるんで、ずっと喋ってました、今日は楽屋で。はい、いや、すごい最新の技術をたくさん取り入れてるんだなっていうのは驚きましたね。僕自身がやっぱもう年齢も今45でだいぶアナログ化してきてて、やっぱついていけないサービスとか多いんですけど、すごい便利になってるんだなと思いましたし、配達員側の目線のものもあったじゃないですか。あのなんか携帯であれしたら最短ルート出るみたいなの、ああこんな風になってんだなっていうのはすごい驚きましたね。まあ青森の高校出て、僕大阪で学生時代送ってたんですけど、仕送りは郵便局でもらってましたし、全国とやり取りするのに一番便利なのはやっぱ郵便局なんで、よく母親とお金を下ろしに行くのを郵便局に一緒についてて、そのままスーパー行ったりとかもしてましたし、この前ちょっと
青森で不動産のやり取りを向こうにちょっとその休める家みたいなのをちょっと買おうと思ったんですけど、向こうの銀行に行かないと取引できないって言われて、郵便局だったらできあの全国できるんで、あの東京からでも振り込めますよって言われて、あやっぱ郵便局便利だなってその時も思いましたね、ちょうど今年。はい、あ今日ちょっとやっぱカメラに映ってる自分を見て思ったんですけど、毛量の減り方がもうどんどん進化してますね。もうこんなに髪ペタンコだったっけっていうぐらい髪がもうすごい減ってて、まあでもいいことなんですよ、やっぱ年とともに薄くなりで、よりひょうきんになっていくっていうのはやっぱハゲてる方がやっぱ面白いんで、はい、これから多分もうちょっと進化してもうちょっとまた面白いあの顔になるんじゃないかなっていうのは、はい、進化してますだから、はい。